松田隆弘は、投資家、営業プロセス改革の提唱者、マーケッター。元ソフトブレーン株式会社代表取締役社長。富士通出身。富士通時代は39歳で、営業部長就任。2003年ソフトブレーン株式会社入社。2004年取締役、副社長。2005年代表取締役社長。趣味は、ゴルフ、テニス。 マラソン、音楽鑑賞、楽器演奏等。コムチュアマーケティング株式、会社代表取締役社長、株式会社エアウィーブ代表取締役社長、ロフテ株式会社代表取締役社長、M エムコンサルティング株式、会社代表取締役社長株式会社バルク、ホールディングス取締役、サイバージム日本代表慶応義塾中等部。 慶応義塾高等学校卒業後、1979年、慶応義塾大学経済学部入学、1983年、慶応義塾大学経済学部卒業、大学時代は、マンドリンクラブのコンサートマスターであり、100人のオーケストラとともに、国内、海外で、数多くの演奏会で活躍する。趣味は、マラソン、登山、カラオケ、お酒など、 2018年6月株式会社バルクホールディングス。取締役、サイバージム日本代表。生産性向上とミドルの活性化。こうすればできる営業改革。今こそ、グローバル化を。日本の労働力減少の時にやるべきこと。卒業生から全国に、優秀な営業人材を輩出している。会社代表であり、メンタルコンサルタント、資格、メンタルケアカウンセラー。 メンタル心理カウンセラー、上級心理カウンセラー、行動心理師等心理系に、強み http://t-m-consulting.com コロンススララッッシシュュ。ありがとうございます。